省フロイレーターご参加いただきまして誠にありがとうございます。これより簡単にまず工程の方をご案内させていただきます。この列会津田島に18時13分に到着いたします。18時13分に到着いたします。折り返し6時39分の発車となります。折り返し6時39分の発車となります。西岡祭りはですね、19時44分、折り返し西岡祭りには7時44分到着です。会津若松には7時55分の到着となります。あとはですね、お手洗いは前の方についております。あとはですね、日本酒は飲み放題となっております。あとは生ビールは販売しております。生ビールとかおつまみは販売しております。生ビールは400円となっております。ただ数に限りがありますのでご了承ください。あとですね、帰り会津田島から温かい豚汁の方をご用意させていただきます。あとですね、こちら刺身の方ですね、セットの方ピボット内にあります、会場との地元内にあります、魚の保守徳新さん。徳新さんのご協力のもと、新鮮なお締めを準備させていただきました。あとはですね、帰りにじゃんけん大会がございますので、一応ですね、この列は、この名前がほろ酔い列車になってます。それでも、人生列車とか、はい、悪い列車とか、ならないようによろしくお願いいたします。あとはですね、何回かうちの方、大変遅くなりました。紹介遅くなりましたが、会津鉄道の私、湯田と申します。あと、もとに歌って踊れる陣営でございます。本日はよろしくお願いいたします。一番大きな魚屋さんの北進っていう魚屋さんから、に作っていただいております、おりでございまして会津若松のピボットというスーパーに入っている魚屋さんです。会津ではちょっと喋れないような、とても鮮度のいいものが入ってますのでぜひ楽しんでください。さあこれはい、乾杯しますか。乾杯。4年前ぐらいですか。4年前から、はい、で毎年この冬の時だけに。そうですそうです。12月から3月までの土曜日。でその時にこういった、はい、今日みたいなこう美味しいあの海鮮のお弁当とかあるじゃないですか、はい、これ毎回メニューとかは変わるんですか。いや、ほとんど変わりませんけども、あの、はい、同じに魚を出して、はいはい、
じゃあここに用意したこう日本酒とかあるじゃないですか、こういったものの選定とか基本的にはあの南会津の、はい4つの酒蔵がありますね、そこがの酒を主に仕入れてます、はい、南会津ってのは何か理由があって我々の仕事のエリアこれから南会津に行こうです、だからもちろん若松の名札山も入ってますけども、はいはい、あの主に南会津の男山だとか黒犬だとか金泉だとかそういうのを言うじゃあ何かその4年間やってきた中でお客さんから要望があって取り組んだものとは何かありますか？はい、やはり最初は酔っ払い列車で日本酒を中心にやったんですけど、どうしてもやはりビールを飲みたいという方がいらっしゃいますので、生ビールをセットして出せるようにしました。それから、最初はお酒も飲み放題じゃなかったんですけども、やはり飲み放題で自由にいくらでも飲んでもらおうということにしたのは2つ大きな違いです。キラ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 。キラキラすみません。ここにね、キラキラ。もっとちょっと見えないイルミネーション、あ、綺麗ですね。これ、足の巻きに出てる、いいですね、ここは足の巻きだ、これ足の巻き温泉駅です、猫駅長がいる、あ、はいはいはい、ここには機動車愛好会っていうのがの人たちがここに詰めております、はい、そういう人たちがああいうイルミネーションを作ってくれて、こたつはあったかいんですか？あったかいんですか？飾りではなくてあったかいです。暖房何で？暖房が、あの普通だあの車両の暖房は下からこう出てくる、はいはい、で車両の暖房のエアがあったかいエアがここから出てくる。ああ、そういうことなんですか？多分あったかいはずです。左の方が出てきてるはず。夏はそれはシャットダウンして夏はあったかいの出ないようにしてるっていうだけで。あ、そうです、そうです。夏はもちろんこのこたつの掛けをしませんけど、じゃあ今年は3月に、ね、3月8日まで、今年は3月8日まで、はい、で毎週週末、ちょっといろいろな都合でやれない時もありますけども、はい、今年は全部で8回かな9回かな8回から9回、はいはい、これはあのネットか何かで申し込んで買えるんですか？いえ、あの本社の方にやっぱり電話連絡してもらって、はいはい、そこで、座席の確認をしてます。要は指定席なわけですよね。まあ、あの 人数ですね、はいはい、そのお弁当とかもあるんで。何人まで OK なんですか？35人がですけども。35人。はい、ただこういうものを置いたりするんで、大体30人で満杯にしてます。これはあの貸し切りなんていうのもやられるんですか？やります、やります。ぜひあの企業単位で、はい、やっていただければありがたい。はい、どうぞ。